ついに開幕ということで、今回は初回3話一挙放送されました薬屋ひとりごと大ちゃんの感想を話していきたいと思います。まずはじめに、めちゃくちゃ面白かったです。ストーリーの面白さはもちろん、ちょっぴりマッドサイエンティストで研究熱心、症状豊かな薬師の主人公マーマーがかなり魅力的に描いていて、マーマーの謎解き要素、高級ロコル謎や事件を解決していくミステリーモードとしての面白さから、ストーリーが終わった後の爽快感までかなりいいアニメ化となっていました。これは原作ファン、アニメファンともに好印象だった、そんな一話だったんじゃないでしょうか。大ちゃんからおじやの嘘もあったんで、原作と比較していきながら薬屋ひとりごと大ちゃんの感想解説の方をやっていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。大ちゃんのサブタイトルはマオマオ。まずは初っ端からオープニングテーマ。このオープニングで一気に魅了されましたね。個人的にアニメのオープニングで好きな演出がタイトルロゴが出てくる瞬間なんですけど、作品によってタイミングは違うと思うんですが、薬屋ひとりごとは放送開始されて初っ端からオープニングが流れて、このイントロからタイトルロゴがすぐに出てくるというこの斬新な見せ方がかなり良かったです。今回オープニングを担当するアーティストが緑黄色社会さんということで、いやこのアーティストめちゃくちゃ好きで、どの曲も何度も聴くくらい好きなんですが、緑黄色社会さんの他の曲よりもアグレッシブで痕跡に寄り添ったスリリングな雰囲気感がめちゃくちゃ良くて最高でした。緑黄色社会さんは元から痕跡の大ファンで漫画の方を読んでいたらしく、原作理解度の高さもこの曲から感じられて、作品と楽曲の親和性もあってすごく良かったです。あと映像面なんですが、これもめちゃくちゃ良かったですね。花がメインで描いていた映像に、今回このオープニングはキャラクターが主人公のマオマオしか描かれていなくて、かなり思い切った斬新な映像となってました。特にサビのマオマオが可憐で美しくスタイリッシュに描いていて、原作ファンとしては今後描かれるあのシーンにもね、期待が持てそうだなと、そう思える映像となっていました。では続いて本編の方触れていくんですが、まず薬屋ひとりごとはジャンルとしては高級謎解きミステリー、高級で起こる謎や事件を薬師の少女マオマオが解決していく、そういった作品というところで、若干この舞台設定が初見の人からすると入りづらさも感じられるのかなと思うんですが、導入から主人公のマオマオ視点で丁寧な説明もあったり、気になったシーンを見返すと気づくポイントも結構あって、ストーリーの設定や背景がすごく丁寧で分かりやすいんですよね。しかも1話で早速描いていたマオマオの謎解き様子がかなり興味深く描いていたこともあって、このストーリーに一気に没入することができて満足度はかなり高かったです。その上、この手のジャンルの作品やこういった舞台設定の作品が好きな方はいやたまらないんじゃないかなと思いますね。この手の高級のストーリーっていうのは洋服や背景描写がとても綺麗で、作中のキャラクター自体も凛とした魅力的な女性キャラクターが多いんで、そういったところも惹かれた人たくさんいるんじゃないかなと思います。では次はストーリーに沿って今回の大ちゃんについて話していきたいと思います。まずは冒頭のシーンですね。花町で薬屋として働いていた主人公マオマオでしたが、森林雑草の採取を行っている際に人さらいに誘拐されてしまいます。初手のこのマオマオとおじいさんのやり取りはオリジナル嘘で、原作ではさらわれるところしか描かれていないんですが、アニメではマオマオがどういった経緯で捕まったのか、こういった細かいところまで丁寧に描いてくれていたり、コウリファフィが帝の子供を産むシーンもあったんですが、これも序盤のシーンとして付け加えられていて、これもストーリーの背景がしっかりと分かりやすく描くためのものとなっていたんで、この初手からかなり良かったですね。特に浜町を吹き映すシーンがあったんですが、今週も描いていない要素で、本作の背景描写の魅力はすごく際立っていて好印象でした。そしてマーマーが連れて行かれたのは予想外にも高級という場所。この高級は帝の子供を産み育てるための場所ですね。ここでは皇帝とその血縁以外は男子禁制の場所で、マーマーはこの高級で下働きすることになってしまいました。それから3ヶ月は経ち、まさかお手つきになることもないだろうと年季明け約2年を待ち働いていたんですが、その中マーマーは帝の子が乳幼児の頃に3人亡くなっていて、今現在いる2人も共に病で弱っているという話を聞きます。マーマーはその話に好奇心をかけたてられ、原因を調べてあっさりと突き止めることになります。そして場面は釣り替わり、漁協人リファフィが燃えているシーンでは、それぞれの子供たちが原因不明の病で衰弱していて、医者がリファフィの方を優先したことで揉めていました。今シーンはリファフィ自身も病で終わっていて、それを見たマーマーは原因を思い当たり、お城を岩毒赤子に触れさせなといった歌曲をそれぞれの妃の元に残します。この忠告を聞き入れた漁協妃の子は持ち直しますが、リファフィの子は亡くなってしまいます。アニメでは原作よりも丁寧にリファフィの子は亡くなってしまうというところを描いていて、冒頭の出産のシーンで新たな命が生まれる瞬間を描き、そこから上げて落とす展開ですよね。マーマーはこのお城岩毒赤子に触れさせなという歌曲を残していましたが、その歌曲を素直に受け止めて子供を救うことができた漁協妃に対して、リファフィサイドはそれに見向きもせず子供を亡くしてしまう展開。特に泣き崩れているこのシーンは胸が苦しくなりましたね。それから子供を救うことができた漁協妃はこの歌曲を残したものを探す、そういった展開が描かれていくんですが、ここで本作におけるもう一人の主人公ジンシが出てきます。ここからは今回の一夜の盛り上がるポイントですね。この展開でマーマーとジンシが初めて対面してやり取りをしますが、この一人の絡みは最初から印象的でしっかりと面白く描かれていて、これは原作通りだったかなと思います。実際に声が与えて会話しているこのマーマーとジンシが見えて、原作ファンの人は僕含めて感動したんじゃないでしょうか。アフレコの方も結城葵さんと大塚健夫さんの演技はすごくうまくてよかったです。ジンシは騒動の際にマーマーとすれ違ったこと、かけるものさえあればとつぶやくマーマーをそばかす小柄な女という特徴を認識したこと、マーマーが仕事着を破ってこれを書いていたので文字の読みかけができること、これらの情報からジンシは手を打っていました。そばかす小柄な女、下女会見はたはまる、下女を手当たり次第に集め、そこのそばかす女、お前は居残りだという文字を見せた後で、今日はこれで解散だ、部屋に戻っていいぞと声をかけていたわけですね。これを行うと文字が読めない普通の下女たちはジンシが言ったことしか理解ができないんで素直に帰るんですが、
その一方マウマは文字が読めることで帰るのをためらってしまいます。つまりマウマだけはその場所に残ることになります。このようにして人種はマウマを特定していました。これは作中でも頭の切った人種が最初に描かれるシーンですが、マウマが言ってたようにそこまでして特定するなんて暇すぎですよね。そして漁協費のもとに人種に連れてこられたマウマは、漁協費と子供と対面した瞬間に出た言葉がよかった。これは原作にないセリフで、アニメならではの見つかった。アニメでは先ほども話したように、リュファフィと子供のシーンがアニメで追加されていたこともあって、この1話では子供の命が救えたかどうか、これがかなり重要なものになっていたんで、このマウマの良かったというセリフからだけでも、マウマの優しさが滲み出ていましたね。そしてここからはマウマがどうやって事件を真相を知ったか、これを説明するシーンなんですけど、ここの演出がすごく印象的で、マウマの表情を映しながら、光の発し方が自然と変わっていき、雰囲気がガラッと変わっていました。このシーンはこの作品特有の魅力である、マウマの推理要素が初回から最高の演出で描かれていて、いや、素晴らしかったですね。そしてマウマがこの事件の真相を説明するシーン、あの日事件の真相に気づいたからです。原因はお城だと。マウマが育った花町でも公共城を使っている妓女がいたこと、そしてほとんどがこの城に含まれる毒に体を蝕まれ命を落としたこと。マウマは薬屋で毒には詳しかったため、それを覚えていました。そして今回の場合、誰がお城を使っていたのか、それはリファヒと漁協費の娘の乳母。漁協費は元から肌が白かったため、お城は使っていませんでした。それから漁協費はマウマが残した書き置きによってそれに気づき、リファヒにもそれを伝えたんですが、この二人が揉めていたこともあって、漁協費の声は彼女には届くことなく、漁協費の娘は一命を取り留めましたが、リアフィの息子は命を落としてしまう、そんな結果となりました。そして最後にマウマは漁協費にこう尋ねます。私は何をすればよろしいのでしょうか。漁協費と人種は顔を合わせ、優しい笑みを浮かべ、漁協費はこう答えます。それでは今日から私の次女になってもらいます。は？マウマはこれをきっかけに漁協費の次女になることになります。序盤から早くこの公共から出て屈指としての生活を取り戻したいと思っていたマウマがマスカンを出世をすることになり焦り、やばい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 と言いながら早歩きで去っていくシーン。こちらも原作にはなくて、原作でもうまくマウマのコミカルな素や素振りを描いていましたが、アニメでやっちゃうからマウマがさらに表情豊かに面白く描いていて、いすごく良かったですね。マウマが抑えられないもの、それは好奇心と知識力、そしてほんの少しの正義感、そんな薬屋の独り言から物語は大きく動き始めます。ということで今回は薬屋の独り言第一について話してきました。いや、1話からかなり面白くてすごく良かったです。いや、この作品は今回動画でも話したように、作品のジャンル的に分かりづらいところや入りづらかったりもしますが、アニメではかなり丁寧な作り込みで、作中の設定の説明なんかも視聴者を置いてけぼりにせずに丁寧でしっかりと分かりやすく見せてくれていたんで、かなりいいアニメ化となったんじゃないかなと思いました。原作ファン的にはアニメならではの見せ方をするカットも結構あったんで、すごく楽しめたんじゃないでしょうか。いや、このクオリティで2クール放送されるんで、いや、今後も期待できそうですね。ぜひ皆さんの感想などもコメント欄に教えてください。ニャイコの感想解説動画も今後アップする予定なんで、この動画はチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回の動画にしましょう。バイバイ。